株式会社パイロットコーポレーションは、筆記具や手帳などのステーショナリーの製造、販売を行っている企業である。本社は、東京都中央区京橋2丁目。1918年1月27日、日本初の純国産の近辺の製造に成功した、並木良介が、同僧の和田正夫と共に株式会社並木製作所を設立。その後、 1938年にパイロット1万年筆株式会社に1989年に株式会社パイロットに称号を変更2002年1月には株式会社パイロットパイロットインキ株式会社パイロットプレシジョン株式会社のグループ3社が共同株式移転を行い持ち株会社の 株式会社パイロットグループホールディングスを設立して純粋持ち株会社制に移行した。2003年7月に株式会社パイロットグループホールディングスが株式会社パイロットを吸収合併した上で株式会社パイロットコーポレーションに称号を変更し事業持ち株会社に移行。2008年には株式会社パイロットコーポレーションが パイロットプレシジョン株式会社を吸収合併している。万年筆は限定生産の高級品から一般廉価品まで幅広く製造している。特に高級品は並木のブランドで創業時から積極的に輸出を行っており、1930年のロンドン海軍軍縮条約での署名に薪絵万年筆が使われるなど海外でもよく知られている。 英国のダンヒル社向けに製造したダンヒル並木巻へ万年筆は日本の出原の技術を世界に知らしめるとともにブランドの価値を大いに高めた。現在ではオークションなどで高値となり間に安い円の品となっている。1950年代半ば以降ボールペンなど多様な筆記具の出現によって万年筆の需要が縮小している中で 現在も100万円を超える薪絵万年筆から1000円台の実用品まで製造を継続している。また万年筆用のンキも自社で製造しており、カートリッジ式の普及品から小瓶入りの特殊色までを幅広く取り揃えている。その他、太し軸の筆記具の走りとなったドクターグリップ、激細ゲルインキボールペンのハイテック C などのヒット商品があり、 時代に先駆けて、後の定番となるような革新的な商品を開発している。近年では、消せるボールペンフリクションボールがシリーズ累計30億本を突破するヒット商品となっている。万年筆で培った金属加工技術を活かした結婚指輪やペンダントなど金属製送信具の製造も行っている。釈迦の作曲者は古籍有事である。 2021年7月1日、パイロットンキから、ガング事業を統合。組織名は、パイロットコーポレーションガング事業部。緑会の会員企業である。パイロットのボールペンパイロットという商標は、東京高等商船学校出身で同行の、教授だった創業者の並木良介が、若い頃に乗り組んでいた商船での仕事中に、 使っていたカラス口に不満を抱き、より利便性の高いペンを考案。そして、同窓の先輩でもあった、資産家の和田正夫の資金提供の下並木製作所を設立し、商標をパイロットペンとして売り出したのが始まりである。船舶用語で、パイロットは水先人を意味し、業界を先導するような会社になれるようにという、思いが込められている。 万年筆印記当時は 0.3mm、紫、0.4mm、黄、0.5mm、青、0.7mm、緑、0.9mm、大々が、ノック部の神経表示や、本体印刷、リングに使われていた。軸への印刷は、ほとんどが、パイロット HXXXX0X ジャパンに統一されている。現在は、 S, S シリーズの生産や需要の低下に伴い廃盤となっている。1978年にネオックスブランドの改人を発売。以後、用途別に様々な製品を展開する。パイロットインキの提供番組については、パイロットインキ提供番組を参照。2021年9月27日放送分をもって、地上波の提供番組をすべて撤退している。 2021年10月以降の提供番組は不明。この他にも毎日放送制作 TBS 系、全国ネット番組のカウキャッチャーはヒッチハイク、またはフジテレビ系の日曜9時枠アニメのヒッチハイクでの番組提供時期もあった。他、関連会社がある。ありがとうございます。